ランドアートコレクションをデザインした松浦博之さんにご登場いただきます。どうぞ大きな拍手でお迎えください。どうぞ。こんにちは。どうぞお越しください。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いろいろなお話を伺いたいと思いますが、まずはじめにこれからの流れを簡単にご説明いたします。この後のトークショーでは、スボッチ&アートコレクションの誕生秘話や作品のコンセプトなどを松浦さんにお伺いいたしまして、そのトークショーの後、限定商品などをご用意しております。第1抽選会をこちらも松浦さんと共に行ってまいります。そして抽選会終了後、松浦さんと今回お越しいただいております会場の皆さん全員との記念撮影を行いまして、最後に松浦さんのコレクションをご購入いただいた方限定のサイン会を予定しております。どうぞ皆様最後までお楽しみください。では松浦さんにお話を伺います前に、ここでプロフィールご紹介いたしますね。1984年にグラフィックデザイナーとして広告、パッケージ、装丁、ロゴデザインなどを手掛けられ、1999年より日本のキャラクター文化をモチーフに現代アートとしての作品制作を開始。近年は世界各国で意欲的に制作活動を行い、特にアジア、中国では非常に高く評価されていらっしゃいます。今回、もうすでに皆さんもご覧になっているかと思いますが、今回のスボチアのアートコレクションに登場しているいろんなキャラクター、今私もその中の一つを身につけていますが、とっても可愛らしいキャラクターだったり、かっこいいキャラクターだったり、そもそもこのキャラクターをモチーフにするきっかけって何があったんですか？はい、僕はですね、普段の現代美術っていうジャンルで作品を作っておりまして、でモチーフをそれで日本の漫画やキャラクターを、ね、モチーフにしておりまして、それは日本の漫画やキャラクターっていうのはすごく日本のオリジナルの文化近いものがあるんじゃないかと思っておりまして、そもそも20年ぐらい前にグラフィックのデザインをやっていた時に、その頃海外 のお客様の反応が逆に日本よりすごく漫画ってものに対してクリアだったというかすごく良くて、そういう意味で現在作家さんで例えば映画ですとか小説ですとか音楽ですとか、そういう方々が漫画に影響された方ってすごい出ているんですが、その辺まだアートっていうジャンルにはそういう漫画を使った、今でもその村上さんとかいらっしゃいますけど、まだ20年ぐらい前は全然なかったものですから、アートという方向性があるんじゃないかと思って今回もスボッチと一緒にやらせてもらいました。先ほど海外の方の方が日本の方よりも反応が良かったというお話がありましたけど、はい、具体的にどういう違いがありましたか？そうですね、おそらくもう僕かなり年なもんで、あんまりこう親に漫画ばっかり見てるとあんまり良くないよみたいな、バカになりやますよみたいな、皆さんも言ってましたよね、世代だったもんですから。そうですよね。そういう意味から言うと、もっと海外だとなんて言うんでしょうね、日本だととにかく漫画っていう固定概念がありすぎて、そこからそれ以上の発生、アートに結びつくとか、はい、っていうことがなかなか結びつきにくいんですが、海外はそれが逆にもう全くないですね。もうビジュアルありきでこう受け入れてもらえるっていうところがありますね。はい、日本だとアニメイコール子供あまり良くないっていうようなイメージが、はいはい、あちらの方だと、このイラストかっこいいからこれアートじゃないかっていう感覚に直結しているという部分で違いが、はいはい、そうですね、はい、やはり海外での反応ってもう本当に素晴らしいですね。そうそう、素晴らしい反応があれですけど、逆に海外の方の方が反応は、いいですね、はい。今回のコレクションでは6つのキャラクターが起用されていますが、それぞれ何かコンセプトがあるんですか？僕今言ったように主に日本の漫画とかキャラクターをモチーフにしているものですから、今回のスボッチさんに関してもこのコンセプトはすごく活かしたいと思っておりまして、で今回6本それぞれ出てるんですが、一つのワールド感が出るように、例えば主人公であるとか、ガールフレンドであるとか、ペット的なキャラクターであるとか、悪役的なキャラクターであるとか、
のそれぞれのキャラクターを時計一本一本に見立てて、時計一本でこのワールド感が、はい、ストーリー感が出るようなデザインを心がけました。ということは6つのキャラクターでストーリーができているということなんですね。そうですね、それはもうそれぞれの方が想像してくれていいと思うんですが、その中の一つのこちら女の子ですよね、はい、松浦さんも色は男の子、その辺もストーリーも全部含めて、例えば女の子に見えるけど実はおばあさんだったり、それはねそれぞれね解釈してもらって構わないストーリーを作ってもらった方が僕としては楽しいです。もう皆さんのお好きなストーリーをこの6本で作っていただきたいなということなんですよね、はいはい、もうすでにボックスゲットされて大満足の笑顔で一番前に座っていらっしゃいますが、それぞれの皆さんのストーリーをぜひ作っていただきたいということなんですね。ぜひお楽しみいただきたいと思いますが、今回このコラボレーションがのお話のきっかけって何だったんですか？はい、そうですね、もともとこちらのスウッジャパンさんの方に著名なアートのコレクターさんがいらっしゃいまして、その中で僕の作品を何点か紹介していただいておりまして、はい、そこからのお話がありました。で通常のアートコレクションは皆さんも詳しいと思うんですが、2本限定バージョンと通常バージョンというお話で2本の最初お話をいただいたんですが、すごく僕もやってて楽しくなっちゃって、全部自分の中では10本ぐらいあったんですけど、お出ししたのは結局7本のイメージを出してお見せしたら、スイスの方でかなり社長さんも女性の方って聞いてますけど気に入っていただいて、この方のあれで全部コンセプトで行こうっていう話になったと聞いております。もう社長もワードでもよくて選べないわってことになったんでしょうね、きっと。そうですね、じゃあ今回だとこの6コンセプトボックスが2本の予定だった。はい、そうです、1年前はそれでスタートしました。みんなは皆さんよかったですね、6本になって。でもその時 のアイデアが10パターン、20パターンだったらもっとボックスの数増えたかもしれませんね。もうギリギリだったと思います。ギリギリだったですね。コレクターの方もね、ちょっと経済的かもしれない、いろいろ問題もあるかと思いますが、そうなんですね。まあ今回この6つのキャラクターでプロデュースしていただいたコレクションはもちろんなんですが、スウォッチの魅力って松浦さんからご覧になってどんなところにありますか？そうですね、スウォッチさんすごくアートのサポーター的な存在じゃないかと思っておりまして、普段の作品は僕たちが描くものはアクリルのキャンバスで、壁は作家さんによっていろいろな手法がありますけど、基本的にペインティングはもう壁にかけてこう楽しむものなんですが、スウォッチだと自分の好きな作品をこう腕につけていつでもどこでも一緒に入れるし、街にこう繰り出せるじゃないですか。そういう意味ではこう日常のアートっていうか、僕自身もそれをコンセプトにすごく強く感じておりまして、アートとか現代美術ってすごく敷居が高くてちょっと近寄りがたいなみたいなところがあると思うんですが、そういう意味で僕はもう結構僕の作品も見てもらってると思うんですが、お客様がそれこそ子供からお年寄りまですごい幅が広いんですね。でそういう意味でもっと分かりやすく幅広い受け口の作品を目指しているものですから、そういう意味でこのスウォッチさんの日常で使えるアートっていうのはすごくコンセプトも近くて、すごくコンセプトが一致して、はい、ぴったりと、はい、そうですね。アートっていうと普段その言葉だけを聞くと私はちょっとその世界にはというふうに尻込みしてしまう部分があったり、ちょっとカッコつけないといけないかな、勉強しないといけないかなっていう意識がついついこう出てしまうんですけれども、時計となるとこれも、もう今日私はアートを身につけておりますので、もうどこでもこう気軽に手軽にっていうのがいいですよね。しかもその重いものではないので、本当にお子さんにも楽しんでいただけますし、ご高齢の方にも、あと家族で楽しめますよね。こうやってこの両サイドにパネルが年代別のスウォッチのデザインもありますが、本当に楽しいです。
えるっていうところがね、常にこう作品と一緒にいれるっていうところがすごく魅力的だと思います。そうですね、まあ、ファンの皆さんはもう何本も持ってて、こう毎日、ね、自分の好きな気分に合わせて、お天気に合わせて、ファッションに合わせて、いろんなアートをね楽しんでいらっしゃると思いますが、今回はこの松浦さんとのコラボレーション作品がまたそのファッションの一部にもあるというわけですよね。どうですか、その中に加わるっていうのはご自身で。光栄です、はい、大変光栄です。こうこれからこういうことやってみたいなとか、そういう願望って今何かお持ちですか？そうですね、もっと一般の人に現代アートを楽しんでもらいたいと思っておりまして、で今僕は東京画廊さんという現代アートの世界では一番新鮮60年の歴史がある画廊さんにお世話になっているんですが、そういう画廊さんなんかも普通にみんなフラッと入って自分の好きな作品をこう探してもらってコレクションしてもらうとか、まあ、コレクションしないまでも見てもらうとか、そういう足を運んでもらえる機会になるとすごく嬉しいなと思ってます。よっぽどこう今その辺で呼び込みをしているありますね、ギャラリーそういうとこ以外はどんなとこでも、はい、ウェルカムですので遊びに来てほしいと思います。やっぱりああいうギャラリーは気をつけた方がいいと思いますか？その呼び込みをね、出さってるようなとこちょっとやばいんじゃないですか？そうなんですね、ドキドキしてしまいますよね。こう画廊というとやっぱり敷居が高いなっていう、高価なものが並んでいるのかなっていうイメージがあるんですけど、実際高かったりもしますもんね、はい、で自分の価値観がこのぐらいの値段なのになんでこれこんな高いのっていうものって、ね、結構あるじゃないですか。その辺が逆に不信感を持っちゃったりするんですけど、やっぱり高いのってそれだけこう欲しい人がいるから、要するに高いっていうだけでもう本当シンプルだと思うんです、うん、だからその辺がね、安いやれるの、はい、とにかく来てほしいですね、ギャラリーに。そうですね、はい、アートも肩ひじ張らず、本当にこう何でしょう、固定概念を外してもう楽しいものだっていう気持ちで入っていくと、はい、そうですね、ここからアートに入ればこう民主化入りやすいですよね。そうですね、もう楽しいっていうのが第一ですよね、はいはい、まあ、今ギャラのお話などもありましたが、今後の活動などは、僕は今年はもう大きい個展みたいなものはないんですが、はい、画廊の方から小さいフェアとかが直出しまして、今ですと、来月6月に、フューチャーパスっていうベネチアのビエンナーレで行われるグループショーとか、イタリアですね。そうですね、はい、はい、そこにあと秋口になるとヨーロッパのもののパートショーに出たり、とにかくその辺は結構急に決まって急に出したりすることが多いもんで。